緑さんがフリースタイルダンジョンでこのチャレンジャー強かったなとかありますか。俺が戦った相手でってことか。誰がいたっけ。俺が負けたのは誰だ。ニガリ、ビッグ G、ムートン、チェホン、バラ、あと誰がいたっけ。サムか。ダンジョンの時の戦った感じで、うわ負けた、その判定聞く前に負けたって思ったのはまあサムかな。あ、シーマンもいたり、でもサムかな。その客の盛り上がり方とかも含めて、他はなんか、まあ、審査員バカじゃねえなって正直思う感じだったから、なんか負けたってそんな思ってないんだけど、サムの時はまあなんかうまいことやられたなって感じがしたんで、その強さで言ったら別にみんな強いんだけど、その、あの試合に関しては、あ、サムうまかったなって感じがしたな。シーマも別に負けたけど、ダンジョンで。俺は別に負けたとは。審査員はそっちを取ったんだって思っただけだった。